久保さん、あのー、ハリソン・フォード知ってますかハリソン・フォード、インディン・ジョーズ。これ、インディン・ジョーズね、ハリソン・フォード今79歳らしいんですけど、なんと続編作ってて、なんかね、本来だったら今年公開予定だったらしいんですよ。最後の、インディン・ジョーズ。だけど、なんか、リハーサル中にハリソンがなんか怪我したらしくて、来年公開されるらしいですよ。79歳 <laughs>。ね、79歳で映画撮ってるんですよ。すごくないですかいや、でもね、 さすすがに消えますねもうこれが最後っぽいってい最後みたいなこと書いてありましたけどだから、ね、インディーン・ジョーズの僕魔球のなんちゃらってやつが金曜ロードショーとかに昔最近もなんか放映されたのかなであれがねそのすごく映像がねなんかそのトロッコでねブワーっていうねそのトロッコでブワーってやるのがす,すごいんですよ あれがね、ガキの頃、金曜ロードショー見てね、そのワクワクしてね、映画見てましたけど、あれが出たのがもう30年前ぐらいの映画らしいんですけどね。ハリソンすごいっすね。79でですよ。えぐいっすよね。で、そのね、僕びっくりしたのが、そのハリソン・フォードの、その、僕は魔球のなんちゃらっていうね、そのトロッコのやつがあるんですけど、そこの子役がいるんですよ。で、子役なんと50歳みたいなね。子役、あ、子役49、こ今年50かな。久保さんとためですよ。久保さんとため。 <laughs> まさかのいやまさかの久保さんと同年代です多分49か50なんであの子役が <laughs> だからねあのー、すごいちょっとびっくりしましたねあの子役がもう50かみたいなねうんそうまあ、この前勤務研究所でこのあのー、話題が出たんですよメンバーシップのライブやってるときにそのインリンジョーズの話題が出てで調べてたんですけど そうまあ、今回消えるってことは消えますからね。うん、でも消えるんだけども、僕が YouTube やる一つの理由として、消えるけども消えないっていうね。まあ、アカウントがあればですね。アカウントがあれば消えないです。多分。僕が死んでも。僕が死んだからアカウントが消えるかっていうと、そうでもないので。だからまあ、今、その YouTube チャンネルって、いろんなチャンネルありますけど、更新してないチャンネル、1年、2年、3年更新してないチャンネルいっぱいあります。 でもこれ、規約が変わってね、まあ、ずっとなんか定期的にその更新されてないと消しますよみたいなのが出てきたんですけども、うん、まあ、なんだ、そのアカウントね、誰かに継承してね、まあ、そのアカウント使っていいよってアカウント譲渡できてしていいのか分かんないですけど、名義返更とかしたら、まあ多分ずっと生き残るじゃないですか。うん、僕が死んでも YouTube で僕がしゃべってるっていうね、だからこれね、テクノロジーの進化で、あのまあ、ハリソン・フォードの話もそうなんですけど、 は僕の中でそのインディーン・ジョーズの映画、まああのー、ロッキーとかもそうですけども、あの映像っていうのは一生残るんですよ。多分100年後もロッキーの映画は残ってると思いますよ。ネットフリックスで 100,、ね、100年後、ネットフリックスがあんだったら、ネットフリックスで100年後もロッキー見れると思いますよ。だからロッキーはずっとロッキーなんですよ。だからそれが僕たちが、 あのー、このね、あのー、個人がこんなできるようになったっていうのはね、すごいことだなと思いますね。昔はの一部の,そのテレビ局に出るような俳優さんだったりとかお笑い芸人さんとかしかできなかったんだけども、今は本当に個人がね、こういうこと活動ができるようになって、まあ、チャンスが無限大だなと僕は思いますね。うん。だから死んだ後も何か伝え続けられますよね。何かを。死んだ後も誰かの心に 響いたりとか、死んだ後も誰かの心を震わせたりとか死んだ後も笑わせるとかねだって志村けんさんとかも死んでからあの映像がたまに出たりとかすると思うんですけども、まあ、志村けんさんの昔の映像を見てねあの笑わせていただけるとすごいですよね死んだ後も価値提供できるっていうねうんだからまああのー、やりますね僕は 僕はやります、まあいろいろな意味いろんな要素があってやってますけどもまあその一つの要素として死んでも何かを伝えられるしなんだろうなだからそのそこに意味があるのかっていうとねもう僕は死んでるからねそこに意味があるのかっていうと意味は僕は意味は感じれないかもしれないですけどねでもその意味がなかったとしてもうーんなんかそれを想像すると 僕が死んだ後も僕の話を聞いてなんかそういう風に感じてくれる人がいるって想像することが楽しみでもありますよねうんなぜならばそれは僕がまあ久保さんもそうですけどもロッキーっていうあのねででんでんんでんってあれを見るだけでもね元気をもらえるっていうねだから自分ももらってるわけじゃないですかまあまあまあまだねそのロッキーシリーズ続いてるらしいですけどもでもなんだろうな まあ,あの現役のああいうのは取れないとは思いますけどうーんなんか僕もその影響を受けていろんなそのなんだもらったものがあるのでそれを返す返せないとは思いますけどなんかそういう活動はできますよねうんだからまあ,まあまあとりあえずやれるだけやってうんでなんでこれあのやってんのかっていうとやっぱまあ一つ思いが僕はあって 本当に僕の人生は僕が一番知っていて、ね、本当にダメダメだクソみたいな人生でクズみたいな人生でねそんなやつがね今こんな自由な生活してるわけですよだから僕は自分の人生を振り返って変えられるよっていう誰でも変えられるよっていうのは身をもって体験してきたしやれば変わるっていうのは身をもって体験してきたんであのーまあ、それは伝えたいですよね なんで伝えたいかっていうと、多くの人が、俺なんか無理とかね、どうせやっても無理とかね、一部の人しかダメなんだって思ってるからね。それはね、違うよと。それは嘘だよと。誰でも変えられるよと。誰でも変えられるよっていうのは、僕は伝えたいし、誰でもできるよと。うん。そう、だからあのねあのこの、この、この、熟成さんからちょっとシェアしてもらったんですけども、あの、半身不随で YouTube やってる人もいるんですよ。 半身不随で YouTube やってる人がいて、こうチャンネル、もう8年ぐらいやってるんですけど、そう8年ぐらいやっててこの、僕知らなかったんですけど、お笑い芸人らしいんですけど、このアソドックチャンネル、アソドックチャンネルっていうのがあって、この人も半身不随なんですよ。で、まあ、チャンネル登録ね、あの、久保さんのメインチャンネルがありますよ。1 9000人います。久保さんのメインチャンネルよりあります。もう半身不随でも寝たきずっと寝たきりです。もう手も足も動かないみたいな感じで、それでも YouTube やってるんですよ。 うん、で、昨日アップした動画がね、あの自殺ビデオ、あ、2500回ですね <laughs>。で、2万回とか、1万回とか、6万回とか、9万回とか、72万回とか、9日前のアップ、9日前にアップロードした動画72万回ですね <laughs>。これ、ショート動画ですけど。結構回してますよ。久保さんより間違いなく回してますね。でも何もあの動かせないですよ。手と足も。も車椅子です。もう寝たきりです。だけど、あのやってます。どうですか やれない理由ありますかやれない理由。い <laughs> ってらっしゃい。